次に田村貴昭君、はい、田村君。日本共産党の田村貴昭です。昨夜福島県沖を震源とする地震でお亡くなりになられた方、そして被災された方に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。政府は被災地被災者の支援に全力を挙げていただくことを強く要望します。昨年12月22日の本委員会での質疑に続いて、佐賀県有明海西南部の農林不作の問題について質問します。一昨日立憲民主党の大串博志議員がですね、2つの糊を手にかざしてこの委員会で質問されました。色落ちして商品価値がなくなったもの、色は黒いけれども安値でしか取引されない糊、まあ、そうした糊しかできない養殖現場に私も調査に行ってまいりました。お手元配布の資料、写真の方をご覧いただきたいと思います。2月の11日に佐賀県鹿島市で私が撮影したものであります。こんな黄色い糊、委員の皆さんご覧になったことあるでしょうか。現地ではこの色落ちした糊を金髪と呼んでいます。全く商品にならないので、早くも1月から2月にかけて張り込んだ網を引き上げている。私もですね、若い夫婦が角船に乗って黙って網を引き上げている、そういう現場に立ち会いました。つらい光景でした。下の写真はかろうじて生育した海苔でありますけれども、鹿島の養殖場ではわずかに過ぎません。これが佐賀県有明西南部の海苔養殖の現実です。鹿島の青年漁師が私にこう語りました。海苔漁は好きだし魅力がある、子どもたちにも残してやりたい、しかしこのままでは携わっていけない。大臣、この写真を見てどう感じられましたか。西南部の海苔はもはや危機的な状況だとの認識にありますか。お伺いします。金子農林水産大臣。先日、佐賀県の海苔養殖業との意見交換を行いまして、その説にも委員にはご出席いただきましてありがとうございました。佐賀県のその時ですね、意見交換を行いました。佐賀県の海苔の生産量は、生産額は18年連続で日本一ですが、地域によって厳しい現状があるというのことをお聞きいたしました。過去10年間の佐賀県の共犯の実績を見ると、西南部は他の地域と比較すると年による変動幅が大きいとの特性を有し、今領域につきましては特に生産量が少なかったと認識しています。また西南部の平均単価については他の地域と比較して高い年もあれば低い年もあり、今業界については低い単価であったと認識をいたしております。田村貴昭君。大臣は共済で対応すると答弁されています。しかし海苔漁師たちは口々に共済だけではやっていけない、廃業の危機だと言っておられます。大臣も先日聞かれましたよね。佐賀県有明西南部のように、またこうしたところでなくてもですね、販売金額が下がれば基準 漁獲金額、つまり最高と最低の年を引いた御中産の3年の平均額、御中産の3が下がるわけなので、共済限度額も下がってまいります。そういうことでよろしいですよね。大臣、限度額下がる。金子農林水産大臣。お答えいたします。漁業共済における継続契約特約は、漁業共済の発動ラインである共済限度額が前回契約時の 90% を超えて下がらない仕組みであることから、委員ご指摘のように生産金額が長期間連続して下がり続ける場合にも、発動ラインも少しずつ下がっていくということになります。田村貴昭君。それで 90% をですね、超えて下がらないということも大臣強調されてきたんですけれども、この 90% を超えて下がらない仕組みがですね、措置されていてもですね、共済では次の年1割減るということなんです。これも私、漁師さんたちから聞いてまいりました。
投資と維持には一定の費用がかかります。9割を超えて下がらないというのは、共済金が下がり続けるということなんですよ。大臣は先日、現地を訪問されたときに、年々限度額が下がっている、共済金でやっていけないほとんどです、やっていけない人がほとんどですと訴える漁師さんたちに対して、大臣は共済金を1人1000万円近くあるのに足らないのか旨の発言があったというふうに私、伺っています。それでは、1000万円、約1000万円の共済限度額の漁業者の場合はどうなのか、私、実際聞いてまいりました、直接漁業者から聞きました。共済の大半というのは、投資と経費に回っていきます。例えば、乗り床の行使料、共同乾燥場の利用料、網の購入費、船の整備費、軽トラックと2トントラックの維持費、そして人件費を支払い、共済掛け金を支払い、税金を引かれて、手元に残るのは200万円余りなんです。1000万円の共済限度額でも手元に残るのは200万円余りなんです。これで一家3人、1年間暮らしていくとのことでありました。カツカツの生活ですよね。投資と経費にたくさんのお金がかかる、これが海苔養殖なんです。長崎県の県知事を務められた金子大臣だったらよくご承知のことだと思います。共済が 10% 減り続けていけば、時期先に踏み切れない、生活ができないじゃないですか。お伺いします。大臣も農林水産省も、この海苔漁業、廃業やむなしとの考えの立場に立っているんですか。金子農林水産大臣。私はもう先般もお話ししたようにですね、有明海のあの地域であれだけの漁獲金額が上がるというのは、なかなか他の地域はないと思うんですよ。だから、特に海苔を含めた有明海の、湾内は、我々もこれから維持管理をしながらですね、積極的にやっぱり、お互い協力し合って守っていかなきゃいかんという気持ちでおります。田村貴昭君、はい、だからどうするのかということなんですよ。おとといの大臣の答弁では、漁業経営の状況を把握できるよう、漁業経営の状況を調査してまいりたいと、そう述べられました。これは共済制度に加えた支援を前提とする調査なんでしょうか。はい、金子農林水産大臣。基本はですね、漁業共済と積み立てて対応するというふうになっております。それで私は先般もお話ししたように、漁業者からさらなる支援を求める声があることを踏まえましてですね、まず佐賀県と連携しつつですね、関係漁業者の漁業収支の状況を詳細に把握した上で、既存の制度による補填が十分なものかについて確認をしたいと考えております。田村貴昭君。確認することは大事なんですけれども、私、一日で確認してまいりました、ね、もう時間待ってくれませんよ、次のね、作業に入っていかなくちゃいけない、投資しなければいけない、借金抱えているわけなんです。共済では、海苔漁業も生活も成り立たない、だったらどうするのか、有明海特措法にはこう書かれています、22条、有明海及び八代海等を再生するための特別措置法。赤潮等により著しい漁業被害が発生した場合においては、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について、当該漁業被害にかかる損失の補填、その他必要な措置を講ずるよう努めなければならないと、これ、明確に定めているわけであります。率直に大臣にお伺いします。この共済は、法律の定める漁業被害にかかる損失の補填となっているんですか。金子農林水産大臣。有明海特措法第22条において、有明海及び八代海の海域における赤潮等により、著しい漁業被害を発生した場合、漁業被害を受けた漁業者を救済する措置が規定されています。有明海特措法第22条に該当する措置として、漁業共済及び積み立てプラスがあり、佐賀県の海苔養殖業者は全員加入していると聞いておりますので、
今領域の減収については、これにより減収の補填が行われることとなります。農林水産省といたしましては、これらによる支援が基本と考えていますが、漁業者からさらなる支援を求める声があることを踏まえまして、漁労収支における支援の効果を把握できるよう、漁業経営の状況を今後ともまた調査してまいります。田村貴昭君。大臣、私が聞いているのは、共済はこの法律の定める漁業被害にかかる損失の補填となっているんですか、イエスかノーかでお答えいただきたいと思います。金子農林水産大臣。制度の仕組み上はそうなっております。田村貴昭君。これは重大ですよ。共済ではね、やっていけない、廃業やむなしと言ってるときに、これで間に合ってるという見解はね、撤回していただきたいと思います。グラフをご覧いただきたいと思います。西南部の共犯金額の推移であります。もう例のない不作でありましたけれども、それでも秋のりはわずかながら収穫できました。これは昨年です。しかし今期はですね、秋芽もそして冷凍も冬も全滅で昨年以下になることが確実視されているわけであります。今漁師は借金をして共済の掛け金を支払っています。色落ち不作が分かっていても、その共済金のために経費をかけて張り込みをせざるを得ない状況が続いています。そしてその共済金が年々目減りをしていると。共済が損失補填に対応していないのは、これ大臣明らかなんですよ。そうである以上、特措法22条の適用しかないじゃないですか。これはもう大臣決断です。いかがですか。金子農林水産大臣。過去10年間のですね、西南部の生産額は毎年の生産事情や需給状況によって変動するため、連続して減少を続けている状況にはないと認識していたし、認識いたしております。田村貴昭君。特措法22条の発動ですね、先日、自由民主党の古川靖議員がですね、これだけの不作だと結局暮らしが成り立っていかなくなるのではないかと不安を感じておられます。有明海特措法という法律はこのためにあるのではないでしょうかと。自民党からも特措法22条、立憲民主党の大串議員からもこれを進めるべきだ、そして共産党の私が言ってるんだったら、もう問題ないじゃないですか。大臣、決断してくださいよ。もう一枚資料を用意いたしました。2021年度の有明海の佐賀県の海苔養殖行使者1人当たりの共同販売金額です。これを支所別にですね、記したものであります。西部、南部が深刻な状況にあるのは、この共犯金額から見ても取れます。タロは467,680円、東部と中部と桁が2つ違います。大浦は87,000円、桁が3つ違います。大臣、諫早干拓、潮受堤防に近い支所ほど、のりの不作が顕著になっています。その原因について、どのように認識されておられますか。金子農林水産大臣。有明海における海苔の生産現状については、全体として昨年並み、または前年を上回る収穫となっている一方、佐賀県西部においては、昨年に続き、大変厳しい状況にあると聞いております。佐賀県によれば、育苗期に同地区を中心に発生した赤潮と雨が少なかったことによる栄養塩類の濃度の低下により色落ちが生じたことが原因であると聞いております。有明特措法に基づき環境省に設置された評価委員会の平成29年の報告では、有明海の環境変化の要因については多数の要素が複合的に関連している可能性を指摘しており、諫早湾干拓事業を要因原因として特定する記述はありません。田村貴昭君。実態はですね、漁業者の方は潮受堤防によって海が壊されたと口々に語りました。そして開門調査をしてほしい、
これは強い要望なんですよ。ここまで至ったやはり原因を究明する、そして一回開門調査をする、農業共存の立場に立って関係者みんな一堂に集まって行政も含めて話し合いするしか解決ないんですよ。こうした立場にね立つこと、これ強く求めたいと思います。今日の金子大臣の答弁は、いや本当に合理的な説明がなかった。そして漁業者のですね今の困窮を本気で受け止めておられるのか、そこも非常に疑問が残りました。また議論をさせていただきたいと思います。終わります。次に